ヨシキは日本のミュージシャン、ドラマー、ピアニスト、マルチプレイヤー、ソングライター、音楽プロデューサー。ロックバンド X ジャパンのリーダーであり、映画、テレビ、アニメなど様々な作品の音楽コンポーザーも務める。本名は林ヨシ世界的に活躍するアーティストとして、これまでボノ、サラ・ブライトマン、ウィル・ア・ヤム、キス、ジョージ・マーティン、ロジャー・テイラーなどと、 コラボレーションやパフォーマンスを行っている。1989年にメジャーデビューしたビジュアル系、ロックバンド、XJAPAN のドラマー、ピアニストとしての活動が著名であり、バンドのリーダー、メインコンポーザーも務めている。XJAPAN の他にもバイオレット UK、LOXV2、Globe Extreme、SKIN などの参加がある。ソロとしても3作のスタジオアルバム、 エターナルメロディー、エターナルメロディー2、ヨシキクラシカルを発表しており、これまでのソロとしての大きな仕事には、天皇陛下古即位10年をお祝いする国民祭典のための報祝曲、日本国際博覧会の公式イメージソング、ゴールデングローブ賞の公式テーマソングなどがある。1986年に設立したインディーズのレコード会社、エクスタシーレコードは、ルナシーやグレー。 ジ・キルなどを排出し、ビジュアル系ムーブメントのパイオニアの一つとなった。1993年からは、他のアーティストのプロデュースも始め、これまでに、ノア・グレー、西城秀樹、北野イ子・ディル・アン・グレー、工藤静香、ポルン、松田聖子などの作品を手掛けている。2000年に、日本社会と文化に貢献した人物として、文部大臣表彰を受けた。 1965年11月20日に、千葉県立山市の老舗五福店を営む家庭の二人兄弟の長男として生まれる。父は、ジャズピアノ、母は、三味線、おばは、ことの演奏をたしなむなど、音楽的な一面があった。また、父は、先代から家業を継ぐまでプロのタップダンサーであった。現在、マネージメントを行っているのは5歳年下の、実弟光重。 幼少期は仕事で忙しい両親に代わり、主に家政婦が兄弟の面倒を見ていた。4歳になると父からピアノを買い与えられ、自宅そばのピアノ教室でクラシックピアノのレッスンを受け始める。日頃から父が購入するクラシック音楽のレコードを好んで聴き、8歳の時にシューベルトの公共曲第8番の短調、未完成とベートーベンの公共曲第5番派短調が、 収録されたレコードを初めて自分の小遣いで購入した。病弱で重い小児喘息を患っていたために、小学校中学年になるまで頻繁に入退院を繰り返す生活を余儀なくされた。病室では、父が見舞いに持参した子供向けの偉人伝を愛読し、とりわけ若くして難聴となりながらも数々の名曲を残した、ベートーベンの苦難の人生に対して強い興味を抱いた。 9歳頃からピアノで作曲を始め10歳から14歳まで学校のブラスバンド部でトランペットを担当した。また中学から高校まではブラスバンド部と並行してサッカー部にも所属しておりチームの司令塔であるミッドフィールダーのポジションを担当していた。毎年誕生日には楽器を買い与えられることが恒例でトランペットを始めたのも10歳の誕生日に 父から買ってもらったことがきっかけだったが、その翌年の8月に父を自殺により亡くした。それまでは、クラシック音楽しか聴いていなかったが、行きつけのレコード店で、偶然目にしたジャケットに惹かれて購入したキッスのシングル、ラブガンと母に頼み連れて行ってもらったキッスのロックンロールオーバーツアーの日本武道館公演を、きっかけにロックに魅了され、11歳でドラムスを始めた。 ちなみに、12歳でギターも始めたが、細かい作業が性に合わず早々に手を引いた。11歳で初めての4人組バンド、ダイナマイトを結成。当初はドラムスとボーカルを担当し、近所の歌詞スタジオでキススの楽曲を練習して腕を磨いていたが、声変わりが遅く高声しか出すことができなかったため、中学校に進学後、新たに同級生をボーカルに迎え、 ドラムスに専念することとし、バンド名もノイズに解消し、レッドチェッペリーンやディープパープルなどの楽曲を演奏した。より複雑なリズムを叩くため、14歳の誕生日に母に頼んでダブルベースのドラムセットを購入してもらい、同じくダブルベースを使うコージーパウエルを手本に、レインボーの曲、スターゲーザーなどをカバーし、練習を積んだ。中学校の体育館で開かれた。 予選会で初めてのステージを踏み、安房高校に進学した後もノイズとして、レッドツェッペリンや UFO、レインボーなどの楽曲を学校の文化祭などで演奏した。1982年の夏、大学受験に専念するメンバーが離脱したノイズを解散。当時はアイアンメイデンのアルバム、鋼鉄の処女やキラーズに、 感化されており、ボーカルに転校したトシュルとタコの生徒によるツインリードギター編成で、よりハードなロックを試行したバンド、X を新たに結成する。X では既存の楽曲の演奏だけでなく、オリジナル楽曲の作曲も始め、演奏のレパートリーを着実に増やしていった。高校3年から音楽大学を目指して、本格的にピアノに打ち込み、 受験用のプログラムを通して、ソルフェージュ、火星、楽天などの音楽理論を学んだ。受験勉強の合間には、X としていくつかのバンドコンテストに出場。ヤマハ主催のアマチュアのバンドコンテスト、イーストウエストの千葉県大会では、バンドとしての受賞こそ逃したものの、個人でベストドラマー賞を受賞した。トシュルもまた、その後に参加したコンテストで、ベストボーカル賞を受賞していた。 このことに、バンドとしての可能性に自信を深め、大学に進学せず、東京でバンドを続ける決意を固めたことをトッシュルに告げられ、これに呼応し、音楽大学への推薦入学が決まっていた道を立つ、決心をした。高校を卒業すると、本格的にバンド活動を行うために、トッシュルと共に上京。ライブハウス時代には、X が出演していた、ライブハウス。 カグラザカエクスプロージョンの定員が、ドゥームのメンバーであったつながりから、ドゥームの初ライブで、ヘルパーとして、ドラムを叩いている。また、X の活動と、並行して、リップクリームの名置き、オレンジのアクトと共にパンクバンド、LOX を結成して活動していた。X のレコードをリリースするため、1986年に、インディーズのレコード会社、エクスタシーレコードを設立。 1988年に同社よりリリースした X の1作目のアルバムバニシングビジョンはオリコンの週刊チャートで最高19位を記録しインディーズレーベルの作品として日本のメジャーチャートにランクインした初めてのアルバムとなった。翌1989年に X の2作目のアルバムブルーブラッドで CBS ソニーからメジャーデビュー。年末には 日本優先大賞の最優秀新人賞、全日本優先放送大賞の最優秀新人賞、第4回日本ゴールドディスク大賞の最優秀新人賞などを受賞した。X ジャパンの1993年のアルバムアート・オブ・ライフからはバンドのプロデューサーも担っている。百九十一年の十月三十一日に TMN の小室哲也と共に記者会見を開き、 二人で新ユニット V2 を結成することを発表。12月5日に東京米 NK ホールで V2 のコンサート V2 スペシャルライブバージニティを開催した。同年初のソロ名義作として自身の選曲によるクラシック音楽のコンピレーションアルバムヨシキセレクションを12月12日に発表。このアルバムは第6回日本ゴールドディスク大賞で 洋楽アルバム賞を受賞した。1992年に V2 としてシングル、背徳の瞳、アイズ・オブ・ビーナスをリリース。また、ロサンゼルスに自身のレコーディングスタジオと自宅を購入し、制作と生活の拠点をアメリカに移した。ミディア・シンクラビアなど、コンピュータベースの制作環境に関心を持ち、バンドの枠を超えた、プロジェクトバイオレット UK を構想する。 1992年7月23日に東芝 EMI と初めてとなるソロ契約の締結を発表。7月30日に日本武道館で y o トークライブ o l k AT 武道館を開催し、1993年に XJAPAN の作品としてリリースされた自らの半生を描いた楽曲アート・オブ・ライフをピアノ競争曲形式で初演した。また、 年末に NHK ホールで行われた第43回 NHK 紅白歌合戦の前、出場歌手で歌う合唱曲、Tears 大地を濡らしてを作詞、作曲し、会場のパイプオルガンで伴奏した。Tears 大地を濡らしても、また、XJAPAN のシングル、Tears として1993年にリメイクされた。東芝 EMI からは、 ビートルズのプロデューサーとして知られるジョージ・マーティンとのジョイントプロジェクトとしてアルバムエターナルメロディーとシングルアメジストが1993年にリリースされた。ジョージ・マーティンは日本武道館でのアート・オブ・ライフの演奏をビデオを見てプロデュースを開拓した。1993年には TBS 系で10月から放送されたドラマ徹底的に愛は の主題歌として、ノアのシングル、今を抱きしめてをプロデュースし、第36回日本レコード大賞で優秀賞を受賞した。1994年には、クイーンのドラマーである、ロジャー・テイラーとのコラボレーションシングル、フォーリン・サンドをリリースし、二人は、国連ユネスコの呼びかけによりにより模様された、GME94 から21世紀への音楽遺産を目指して青によで共演した。 また、キッスのトリビュートアルバム、トリビュート、キッスマイアスマイナスに、ピアノ競争曲にアレンジした、ブラックダイヤモンドで参加した。同年にメジャーレーベル、プラチナムレコードを設立し、グレーをメジャーデビューさせた。同レーベルからは、1996年に、自身2作目となる、クラシック音楽のコンピレーションアルバム、ヨシキセレクション2もリリースされた。 1997年4月20日に、ボーカリストのトシュルが、X ジャパンを脱退。同年9月22日に、とホテル東京で、記者会見を開き、X ジャパンの解散を発表した。同年8月6日、発売、西条秀樹の76枚目のシングル、モーメントの作曲、編曲。2000年に、新たなボーカリストを加えた形で再結成することや、 自身も日本やアメリカで音楽プロデューサーとして本格的に活動することを予定していたが、1998年5月2日にギタリストのヒデが急成したことで精神的に落ち込み、とんざ。北のイコやディル・アングレイのプロデュースを手掛けるものの、表舞台には一切上がらずにいた。そんな中、天皇陛下ご即位10年をお祝いする。 国民祭典の奉祝曲の制作依頼を受け、1999年11月12日に、皇居前広場で行われた式典で作曲したピアノ競争曲、アニバーサリーを演奏。この時に受けた完成が再起の契機となった。オタコン2006でサインに応じるよしき。2000年6月にメジャーレーベル、エクスタシー・ジャパンの設立を発表。シローやビースト、レビナスなど、 レーベル所属のアーティストのデビューに携わった。また1998年2月にロサンゼルスに設立したレーベルエクスタシーレコードインターナショナルに所属するアバンダントプールズ、ローラドーム、キドニー・シーブスらのアルバムをプロデュースした。バイオレット UK の制作も再開し、自ら出演し、演出も手掛けたセブンイレブンジャパンの企業イメージ CF にコンフュージョン。 ザーザーサイド、グリーントダンスの3曲を使用した。バイオレット UK としては1998年公開の映画インゴズ・ハンズに楽曲1を提供している。2000年11月1日には東京国際フォーラムで開催された松藤谷由美のコンサート、ブラザーズシスターズにゲスト出演し、陰りゆく部屋をピアノで伴奏した。2002年9月1日、 お台場で行われたライブイベント A ネーションエイベックスサマーフェスタ2002のステージでグローブに加入することを発表が今のところ活動の実態はなく小室流ジョークとも言われている。同年12月に東京国際フォーラムで吉木シンフォニックコンサート2002ウィズ、東京シティフィルハーモニック管弦楽団フィーチャリングバイオレット UK を開催。 弦楽器に比重が置かれた16型編成のオーケストラを藤原エクローとコンスタンチン・ディ・クリメッツが指揮した。このコンサートにはバイオレット・ UK からドーターとニコール・シャー・ジンガーも参加し、ニコールは I'll Be You ア Love の英語バージョンを歌った。I'll Be You ア Love は2005年日本国際博覧会愛・地球博の公式イメージソングとして ヨシキが抜擢したハワイ出身の歌手、ダリアが歌ったものがシングルとして2003年10月29日にリリースされた。ニコールが歌う英語バージョンは同年9月26日にリリースされた愛知万博の公式アルバム、愛、地球博プレゼンツグローバルハーモニーに収録された。2003年2月1日に放送された NHK のテレビ放送50周年記念番組。 あなたと共に50年今日は、テレビの誕生日のエンディングテーマとして、ソンモと島袋広子が歌う、君だけだからを作曲し、番組ではピアノで伴奏した。2004年には、宝塚歌劇花組公演、宝塚マイム、で、春のすみれが歌う、世界の終わりの夜に、を作曲。また、エーベックスを介して、 依頼を受けた韓国のロックバンドトラックスの日本デビューシングルスコーピオをプロデュースした。2005年には愛知万博の開会式でエキスポスーパーワールドオーケストラが演奏する I'll Be You a r Love のクラシックアレンジバージョンを指揮した。事前にヘルベルト・フォンカライアンやレナード・バーンスタイン、小沢誠二らのビデオを見てトレーニングを積んだ。また、 シェリーバーグや川本光治,治から本格的な指導を受けたほか、佐藤豊か,からもアドバイスを受けて、指揮に臨んだ。同年に作目となる、クラシックアルバム、エターナルメロディ2と、吉木シンフォニックコンサート2002ウィズ、東京シティフィルハーモニック、還元楽団フィーチャリングバイオレット UK の、ライブ DVD を2003年2月に、専属契約を結んだ。 コロンビアミュージックエンタテインメントからリリースした。2006年には劇場長編アニメーション映画ベルサイユのバラの音楽を担当すると発表。同年8月5日にボルチモアで開催されたアニメコンベンションオッタコン2006に特別ゲストとして招かれた。2007年には5月25日と26日にロサンゼルスのウィルターンシアターで J ロックレボリューションフェスティバルを主催。ガクト、スギゾウ、ミヤビ、ミヤビマイナスとのロックバンド、SKIN の結成と、同年6月にロングビーチで開催されるアニメエキスポ2007において、SKIN としての初めてのライブを行うと発表した。また、2007年公開のアメリカ映画、カタコンベや、ソウヨンの主題歌を制作したほか、2008年公開のアメリカ映画、 レポ、レポの音楽総監督や制作総指揮を務めた。総4の主題歌には、トシュルとの約8年ぶりの再会をきっかけに再結成に向けて動き出していた X ジャパンの楽曲 IV が使用され、2007年10月18日に X ジャパンは公式ウェブサイトで再結成を発表した。2008年には、 日本テレビ開局55年記念ドラマ、東京大空襲の主題歌として、秋川正史が歌う、愛する人よを制作したほか、黒沢明生誕100年祭、AK100 プロジェクトの音楽プロデューサーを務めると発表した。2009年には、日本テレビ系情報番組、ズームイン、スーパーの天気コーナーに、ブルースカイヘブンを提供した。 2010年2月24日に東京の赤坂ブリッツでトシュルのコンサート、トシュルラストコンサートブシジャパンをプロデュースし、ゲストミュージシャンとしてピアノで参加した。2011年5月からアメリカの衛星ラジオ局シリウス XM のハードロック専門チャンネルザ・ボーオンヤードで吉木ラジオと題した音楽番組のホストを務め、自身が影響を受けた音楽や、 アニメなどの日本の大衆文化を紹介した。月1回の1時間番組で、1回目の5月27日のみ、東部時間20時からが放送され、2回目となる6月5日から7回目の11月6日、までは、毎月第1日曜日の東部時間21時から放送された。2010年10月10日に行われた、x ジャパンのニューヨーク公演を見て、 関心を持ったラジオ局の関係者が新番組の依頼をしたことがきっかけとなった。2012年にはハリウッド外国人映画記者協会からゴールデングローブ賞の公式テーマソングの制作依頼を受け制作した楽曲ゴールデングローブのテーマが第69回ゴールデングローブ賞の受賞式から使用されている。同楽曲は2013年1月に iTunes ストアを通じてソロメンギでは初めて全世界111カ国に配信された。同年8月27日にはエターナルメロディーとエターナルメロディ2の収録曲にゴールデングローブのテーマと x ジャパンのワールドツアーのオープニングで使用された新曲ミラクルを加えたベストアルバム y o s クラシカルをリリースした。アルバムの発売を記念して 前日の26日にロサンゼルスのグラミーミュージアムでアンイブニングウィズ・ヨシキと題されたショーケースを行い、その模様はニコニコ生放送というストリームで生中継された。グラミーミュージアムでピアノを演奏するヨシキ2014年2月19日にグラミーミュージアムでソロ公演を兼ねた記者会見を開き、ソロとしては初めてとなるワールドツアー。 ヨシキクラシカルワールドツアーを開催すると発表。ツアーでは4月25日のカリフォルニア州コスタメサを皮切りにアメリカ、メキシコ、ロシア、ドイツ、フランス、イギリス、中国、タイ、台湾、日本を回り、同年公開のアニメーション映画、セインと聖夜レジェンド・オブ・サンクチュア・アリの主題歌として制作した楽曲ヒーローも披露した。 グラミーミュージアムでは会見当日からアジアのアーティストとしては初めて愛用のピアノやステージ衣装などが展示された。2014年3月14日にはテキサス州オースティンで開催された音楽コンベンション SXSW に出演。イベント終了後に行われたアフターパーティーでは会場にピアノを2台設置して自身のホログラムとの連弾を披露した。同年7月4日。 毎年パリで開催されている日本の大衆文化を紹介するコンベンションジャパンエキスポ2007に参加しソロコンサートを開催途中ゲストにイラストレーターの岩本達夫を迎え入れピアノ演奏と絵画の即興のコラボレーションを披露した同年8月15日16日にグランドハイアット東京にて地震初となるディナーショーイブニングウィズ 吉木きー東京2014を開催。同年10月29日に、ロサンゼルス現代美術館のザ・ゲフィン・コンテポラリーで行われたサンリオのキャラクター、ハローキティのコンベンション、ハローキティコン2014に出演。会場の特設ステージで、ハローキティのデザイナーである山口優子から依頼を受けて制作したハローキティの公式テーマソング、ハローハローを初披露した。 XJAPAN ューヨーク MSG 公演2015年3月11日にバラエティ番組中井雅宏のみになる図書館での XJAPAN に関わる内容が放送された回についてたまたま見てしまいました。真実と異なることや編集等いろいろと思うことがあり少し傷つきましたと発言しさらに今ファンのみんなをがっかりさせないように世界に向かって 命がけで頑張っていますとの意思表明を示した。同年5月30日、31日に開催された、グレーの東京ドーム公演、20th anniversary final グレイン、東京ドーム2015ミラクルミュージックハントフォーエバーの2日目にスペシャルゲストとして登場し、1994年にプロデュースした、グレーのメジャーデビュー曲、レーンで共演した。同年8月14日、 15日にグランドハイアット東京にて2年目となるディナーショーイブニングウィズヨシキーン東京ジャパン2015を開催追加公演のブレッキハストウィズヨシキーン東京ジャパン2015を合わせ2日間で計算公演を開催2016年8月30日31日にザリッツ・カールトン大阪9月2日3日に グランドハイアット東京にて3年目となるディナーショー、イブニングウィズヨシキ2016 in 大阪東京ジャパンを開催。大阪では初開催。同年10月12日、世界初となったキッスのオフィシャル展覧会、キッスエキスポ東京2016時刻の博覧会に来場。一般への公開日前日に訪れたヨシキをジーン・シモンズ自らがエスコートした。 2017年5月10日、自身のホームページで、頸椎椎患口狭窄症による、首の頸椎の人工椎患板の痴漢の緊急手術を行うことを公表した。同年5月16日、ロサンゼルスのシーダース祭内病院にて緊急手術が行われ、手術は無事に成功した。同年8月26日、27日の名古屋、 マリオットアソシアホテルでの公演を皮切りに29日30日にザリッツ・カールトン大阪9月1日2日にグランドハイアット東京にて4年目となるディナーショーイブニング・ウィズ・ヨシキ2017イン・名古屋大阪東京ジャパンを開催名古屋では初開催となった2018年7月から9月にかけて放送されたアニメ深夜 天才バカボンでは、初回である第1話と最終話である第12話に出演。第1話 A パートでの出演時は、声は別人が担当したが、第12回 B パートでの再出演時ではよしき、本人が声を担当した。7月9日、テレビアニメ、進撃の巨人第3期のオープニングテーマ、レッドスワンを、X ジャパンフィーチャリングハイドが担当と発表されていたが、 7月21日、アーティストの移行により、担当アーティストを、吉木フィーチャリングハイドへとクレジットの変更と、発表された。2018年7月28日、フジロックのスクリレックスのステージに、ゲスト参加した。クリスタルピアノで、エンドレスレーンを演奏し、スクリレックスの代表曲、スケアリーモンスターズナイススプライツではドラムで参戦、するなど、 EDM サウンドにクラシックとロックを融合させたステージを披露した。なお、今回のサプライズコラボは、スクリレックスからのオファーをヨシキが開拓したことにより、実現した。2018年9月8日、秋田、清ラ・グルメ仕立ての新 CM に出演。2018年12月31日第69回、NHK 紅白歌合戦に、白組で、ヨシキフィーチャリングハイド。 赤組で、吉木フィーチャリングサラ、ブライトマンとして出場した。2019年8月2日、パシフィコ横浜にて行われた楽天オプティミズム2019のビジネスカンファレンスに13時頃から対談ゲストとして、登壇、20年来の友人である楽天創業者の三木谷博史と 5G 時代のコンテンツのあり方について対談した。その中で、本人は、 5時以後に実現されるストリーミング中心の世界に備えて音楽業界のあり方を変えるような重大発表を行う予定とした。15時からは同会場にて関係者向けのシークレットライブとして楽天ヨシキナイトを行った。21時からはニコニコ動画のヨシキチャンネルで第1弾の重大発表を行う予定だったが生放送中に関係者との調整が不十分である。 ことが本人に伝えられ、延期となった。イベント出演に合わせて、前日にロサンゼルスから来日していた。2019年8月3日、パシフィコ横浜にて、吉シファンクラブ会員と、楽天会員向けの楽天吉シナイトに出演した。ライブ後の囲み取材では、アルバム関連の発表を近い将来に行うことと、制作中のドキュメンタリー映画が7割程度、 出来上がっていることなどを公表した。2019年8月9日、グランドハイアット東京でのディナーショーでカーテンコールへ登場した際、押し寄せてきたファンたちに何度か手を強く握られて、右手首と左手薬指を捻挫し、激しい痛みが続いた。また、医師からは手首の靭帯が100%完全に切れている状態と診断され手術を進められているが章を強行した。 2019年9月18日に、後日の事情により、今まで非公表だった出身地を公表。2019年12月15日に第70回、NHK 紅白歌合戦に、吉木フィーチャリングキッス吉木スとして出場することが決定した。2020年5月18日、自身のインスタグラムにおいて、 頸椎椎間孔狭窄症の手術から3年が過ぎてもなお左手の感覚が戻っていないことを明かした。2020年3月、ヨシキはボノ、ウィル・アヤム、ジェニファー・ハドソンとシング・ヨン・ライフの曲でコラボ。2020年8月、ヨシキのアレンジによりストリート・ヴィンセントのヒット曲ニューヨークが全世界でリリース。2020年9月、ヨシキがファッション誌 ヌメロの表紙を飾るディズニー・マイ・ミュージック・ストーリーヨシキドキュメンタリーが日本のディズニーで配信されライオン・キングやアナと雪の女王の名曲をアレンジで披露2020年10月講談社からロスのパラモアイ・ステートで撮影された写真集 XY を発売2020年12月31日第71回紅白歌合戦に出演 曲はエンドレスレーン。作詞には作曲と同じ、もしくはそれ以上の時間を僕は割いているとし、自身の歌詞については、とても抽象的な表現をしているようで、実は確信に突き刺さっているし、結論、到達点のない詞が好きでその表現ができるようにする、詞について語っている詞が多いと思うと語っている。一方で歌詞の悲観性や自虐性については、 ポジティブなエネルギーってネガティビティによって引き立つと思うんですよ。悲しみなり毒をずっと表現した時にポッと美を出すと、それがすごいポジティブに感じると、肯定的なエネルギーを引き立たせるための逆説的なアプローチであると説明している。最初に作詞をしたのは、高校時代で X のアイルキルユーであった。作風によって、作詞のクレジットで、いがらしみゆき、立花の友も 白鳥瞳、白鳥流などのペンネームを使うこともある。一曲が300小節あるとして、そのうちのサビの16小節を考えて、その時は素晴らしい曲ができたと思ってもすぐに違う曲を作ってしまったと、その都度思う。それを回避するために全体を見回すようにやっても、いつも1、二小節にはまり込んでいく。所属レーベルから一国も何とかしてほしいと制作費。 スケジュール等を指摘されても、客観的に見られない。そもそも、どのように作ったら、ファンが喜び、数字を稼げるかより、どんなメロディだったら、自分とメンバーが喜び、惹かれるかありきで作曲している。プロモーションの段階では、どんなに筋の通っていない矛盾したコンセプトでも、このアルバムの中の曲はこのテーマでいくと周囲を言い、任せるようにできる準備をする姿勢で行っている。 クラシック、ロック、ポップなどのジャンルに関わらず、作曲をするときは楽器を使わずにベースストリングス、ドラム、ピアノ、ギターを別々にしたすべてのパートを直接、譜面に書いている。1991年の小室哲也と V2 での活動以降は電気の音も鳴るようになったと語っている。基本は待つ姿勢で臨み、玄関も開けず、カーテンも閉じて、 外の天気もわからない部屋に閉じこもりながら机の上に譜面を置いてペンを持ちながらボケる。その理由として頭の中のイメージを音にするときは音が邪魔なときがある。自分を極限まで追い込むことで自分が作っているという気持ちの状態から生まれてくる。自分の音が好き、譜面だけで書くと制約がないんです。ピアノで作ると指癖があったりと制約ができてきちゃう。それは ギターも一緒ですけど、譜面だとそれがないんです。だから逆に譜面の方が自由にできると語っている。絶対音感を持っており、ペンと譜面さえあれば作曲ができるため移動中に、飛行機の機内で作曲することもある。インディーズ時代にライブハウスで曲と曲の合間に、冗談のつもりで、ピアノでクラシックを弾いたところ、その意外性が思いのほか受け、それをきっかけに、ピアノとギターや、 ドラムなどを絡めようと意図的に作曲するようになった。XJAPAN の楽曲にピアノを取り入れたのは一作目のアルバムバニシングビジョンの収録曲アライブが最初でベートーベンの月光ソナタのフレーズが使われている。ハードなサウンドの中にピアノを取り入れる手法は XJAPAN の楽曲の特徴の一つになっている。1992年から ジャズピアノとオーケストレーションを学びを始め、め、リック・マークスやシェリー・バーグに指示、ストリングスへの理解を深めるために、バイオリンにも挑戦した。ジョージ・マーティンとのジョイントプロジェクトとして1993年に発表したアルバムエターナル・メロディーの制作では、オーケストレーションについて消密に理解していなかったために、自分の意見が説明できず、悔しい思いをしたが、 真のレジェンドからオーケストレーションについて多くのことを学んだ年、ジョージ・マーティンとの仕事が大きな影響になったと語っている。キススの1994年のトリビュートアルバム、トリビュート、キスマイアスマイナスに収録された、ブラックダイヤモンドのピアノ競争曲アレンジでは、初めて一人でオーケストレーションをすべて手がけた。オーケストラと仕事をするようになって、以降は、 XJAPAN などのロックバンドにおいても、小規模なオーケストラという視点で作曲するようになった、と語っている。必ずしも、自分の頭の中の完成型に関わらずに、他のメンバーのイメージやアイディアを尊重し、ドラムパートだけでも7、8パターン制作した後に、どれが良いかを聞く。音色も、フレーズやタイミングと同列に重視しているが、言葉で伝えるのは難しいため、 絵を描いて指定する場合もある。ただ、事前に誰が弾くのか、あの人のあの曲のイメージはと楽器を担当するメンバーの本質を考慮することは全くなく、メロディを制作した後に、むしろ自分が担当できたらつきたいと思うものを選定する。それゆえに、メロディが先にできることもあれば、アレンジされた音色が出てくることもあり、いざ完成すると、 全編ストリングスのみで構成されていた X ジャパンでやることすら意識していなかった出来上がりになっていたケースが多い。ドラマーを志すきっかけになったキスのピーター・クリス。産経新聞のインタビューで最も影響を受けたアルバムを聞かれ、キスの地獄の教授キスライブレッド・チェッペリンのレッド・チェッペリン4・アイアン・メイデンのキラーズの3作を挙げた。 アイアンメイデンに関しては、初期の作品のパンク性に影響を受け、その後、パンクロックにもともと聴いていた音楽に戻れないぐらいのめり込んで行くきっかけになった。1984年に上京して、X のバンドのメンバーを探していた時期は、エクスプロイテッドやカオス UK、ディスチャージ、GISM、ゴースなど、イギリスや日本のパンクバンドに傾倒していた。 影響を受けたドラマーには、キッスのピーター・クリスを挙げ、11歳の時に、キッスの日本武道館公演で、クリスを見て、ドラマーを志したと語っている。その他、好きなドラマーとして、村上周一、青山純、港正史、樋口宗隆、ジョン・ボーナム、ホージー・パウエル、ラーズール・リッヒ、ニール・パート、サイモン・フィリップス、J ・ワインバーグ、ザレブ、ポール・クック、 ニコマクブレインを挙げている。初めて購入したレコードであるシューベルトの公共曲、第8番の単調、未完成とベートーベンの公共曲第5番派単調、運命が収録されたアルバムには、ロックグループと同じくらいの影響を受けたという。自身の反省を描いたという楽曲、アート・オブ・ライフでは、そのシューベルトの未完成のフレーズが使われている。 影響を受けた作曲家にはバッハを挙げ、あえて影響を匂わせた作品を入れたり、対戦リスなどの手法を引用していると語っている。XJAPAN の1989年のアルバム、ブルーブラッドに収録されている、ローズオブペインでは、バッハの、ショーフーガのフレーズが随所で使われている。1九9七年のインタビューではシェーンベルクなどの近現代の作曲家に最近は、 影響を受けていると語っており、自身の人生に大きな影心を与えた曲を中心に選曲したクラシック音楽のコンピレーションアルバム、ヨシキセレクション2には、シェーンベルグの弟子にあたるベルクの叙情組曲も収録された。最も好きなクラシックの作曲家としては、チャイコフスキーとモーツァルト、公共曲では、ベートーベンとシューベルト、ピアノ競奏曲では、ラフマニノフ、 ピアノ独奏曲ではショパンを挙げている。好きなピアニストとして、ジョージ・ウィンストン、キース・ジャレット、ホロビッツ、サン・シバリを挙げている。キース・ジャレットに関しては1975年のライブアルバム、ザ・ケルンコンサートに影響を受け、ジャズの理論やインプロビゼーションを学び始めるきっかけになった。ダンスミュージックにおいて最も影響を受けたのはトリップホップで、 バイオレット UK においてダンスミュージックの要素が強まるきっかけとなったと語っている。特に影響を受けたトリップホップのアーティストにマッシブアタック、トリッキー、ポーティスヘッドを挙げている。カワい CR-40A。シグネチャーモデルのピアノ。1990年までのステージではスペースの都合でアコースティックピアノが使えなかったためローランドのエレクトリックピアノ、 RD-1000 を使用していた。ピアノ以外にも、チェンバロなどに音色を変えて演奏することも多かった。1991年以降のステージでは、外装部分が透明アクリル樹脂でできている河合のクリスタルピアノ CR-40A を主に使用している。東京の自宅では特注したミディ仕様の CR-40A を置いている。2011年の X ジャパンのヨーロッパツアーと、 中南米ツアーでは CR-30 を使用した。1993年には河合のフルコンサートピアノ GS-100 をベースにしたシグネーチャーモデルが制作された。幼少から自宅の河合のピアノで練習をしていたことから河合のタッチに慣れており、レコード会社とエンシノの自宅にもそれぞれ河合のピアノを置いている。1997年のテレビ出演時には カワイのシンセサイザー、計5000ワットを使用した。なお、クリスタルピアノの1台は、東日本大震災の寄付として、オークションにかけられた。レコーディングスタジオには、カワイ RX、ヤマハのフルコンサートピアノとミリピアノ、スタインウェイのフルコンサートピアノが置かれている。スタインウェイのフルコンサートピアノは、カーネギーホールで使われていたものを買い取ったもので、 著名なアーティストのオートグラフが数多く入っている。ミディマスターキーボードには、コルグ T1 やドイプハー LMK4 などを使用している。長い時間手首に負担がかかる角度で、スタジオのキーボードを弾いて、以来、慢性的な検証炎を患っており、8時間を超えるピアノの練習にはドクターストップがかかる。マのクリスタルドラムとヨシキ。マのニバス、スネア。 2フロア、四タムタムを基本構成に、パワー感を重視するレコーディング用と、ビジュアルインパクトを重視するステージ用とを使い分けている。X ジャパンの1991年のアルバム、ジェラシーのレコーディングからは、タマのチタンシェルのカスタムセットを、ラックシステムで使用。チタン特有のドライな音を補うため、比較的薄いドラムヘッドに付け替えている。 XJAPAN の1996年のアルバム DARIA ではオンマイクで拾ったスネアドラムとバスドラムの音をライブルームにセットした大型の PA スピーカーからルーム全体に流し部屋なりも同時にルームマイクで撮るシステムを採用したこの手法によってオンマイクのアタック感と通常のドラムレコーディングでは得られない奥行きのある部屋なりをミックスしているインディーズ時代のステージでは パールのドラムセットにロートタムをセットしていた。タマとの契約したメジャーデビュー以降のステージでは通称クリスタルドラムと呼ばれているタマ、アートスター2をメインキットとして使用している。照明によって何色にでも光るという理由でタマに特注したもので1990年と1996年に台数限定で市販もされた。しかしシェルが アクリル樹脂素材のため、強く叩かないとならないという弱点がある。ライブ序盤で使用され、ドラム破壊パフォーマンスにも使用される。サブキットには、バーチシェルの玉グランスターカスタムや、メープルシェルの玉アートスターカスタムなどを使用。初期は、レッド、以降は、ロッククロームのカラーリングが施されている。ドラムヘッドはエヴァンス。フットペダルには、ヤマハのベルトタイプ。 FP-910 を使用。シンバル系は、初期はパールのワイルドシリーズを使用していたが、後にジルジャンに統一された。ハイハットスタンドは、タマのアイアンコブラ HH805。シグネチャーモデルのドラムスティック、タマ H ユクブ。ドラムスティックはタマから市販もされている。自身のシグネチャーモデル、H ユクブを使用している。ヒッコリー材でチップは、ボールタイプ。 全長 398mm、計 14.25mm。ショルダー部分が比較的太く、先端にウエイトが置かれている。玉からは汗による滑りを防止する特殊塗装マティロを採用したドラムスティック H ユークムとシグネチャーモデルのティックケース TBYK も販売されている。X ジャパンのシングル j a d のミュージックビデオでは、 パールの 110H や 110HB を使用している。デビュー当時の激しいヘッドバンディングなどをしながら、ドラムを叩く演奏スタイルで、首や頸椎を痛め、頸椎椎間板ヘルニアや神経循環無力症などを発症している。こうした体の故障で、これまでに何度もライブの中止や延期を引き起こし、X ジャパンの全国ツアー、 ダリアツアー1995から1996で倒れた際には次に痛みが出たら車椅子生活になると医師から宣告された。再発防止のために筋肉で骨を補強するようスポーツ専門家から勧められ自宅にジムを作って筋肉トレーニングに励むようになり回復後に行われたライブダリアツアーファイナル1996以降は首に 形椎固定用のコルセットを着用して、ドラムを叩くようになった。XJAPAN の2009年のワールドツアーでヘルニアを悪化させ髄間抗切除の手術を受けたが、他の形髄間や腰にも損傷が判明したため3年以内に再手術が必要であると、医師から宣告された。バイオレットという系では、レコーディングのほかステージでもギターを弾くことがある。 1992年10月にライブイベント用に、フェルナンデスによって制作され、PC リッチのビッグを元にしたマホガニーのボディには、バラのイラストが描かれており、ボルトオンネックの12フレットには、シキロ後のブロックインレイが埋め込まれているピックアップは、フェルナンデスの THD-1 が、フロントとリアに付けられている。ブリッチは、オリジルのビッグ同様のオクターブ調整が可能な タイプが採用された。同年12月からバーニー BG-125X として市販もされた。2000年8月にはバイオレット UK 用にフェルナンデスによるビッグタイプのシルバーカラーのモデルが製作された。ボディはアルダー、ネックはメープルにローズシバン。ピックアップ箇所にはフロントにサスティナードライバー。 リアにフェルナンデスの VH-401 がマウントされた。ブリッジはロック式トレモロのアーム付き。市販バージョンはなし。2002年のインタビューではレコーディングで使用しているアイバニーズのブラックのピックガード付きディンキータイプ7、弦ギターについて、それなしではバイオレット UK のレコーディングはできなかったというぐらい、大活躍していると語っている。ヨシキとジョン・ルース。 2010年独立記念日パーティーにて、幼くして父を亡くした経験から、とりわけ維持救済に関わる活動に積極的である。2009年1月16日の XJAPAN の香港公演、XJAPAN WORLD ツアーライブイン香港では200人の孤児をコンサートに招待し、地元の非営利団体、人愛堂にコンサート収益の一部を寄付。 2009年3月29日から3日間、中国政府の要請により四川大地震の被災地と、個人を慰問し、仮設校舎の敷地内に音楽室を建て、ピアノやオルガン、木琴など様々な楽器も寄贈した。1995年には、阪神・淡路大震災の被災地の小中学校にピアノを10台寄贈している。2010年7月1日、基金。 ヨシキファンデーションアメリカを設立。維持の保護や難病を抱えた子供の救済などを目的とし、より継続的な支援を目標に掲げた。この基金の設立にあたり、グラミーファンデーション、セイビンセント・ミールズ・オン・ホイールズ、メイク・ア・ウィッシュ・オブ・アメリカに、それぞれに寄付した。ナショナル・アカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・アンド・サイエンスが運営する、グラミーファンデーションとは共同で、 楽器の購入支援、音楽レッスンの提供、音楽関連のイベントへの参加支援など、音楽を通じた支援活動を予定している。吉木ファンデーションアメリカは、カリフォルニア州の NPO として、内国歳入法501条3項の認可を受けている。2011年3月11日に発生した、東日本大震災の被災者のために、ヤフージャパンのチャリティーオークションに、 XJAPAN のコンサートで使用した、かわいのクリスタルピアノ、CR-40A や愛用品を出品し、落札金額を日本赤十字社に全額寄付した。ピアノは、同年4月28日2100万1000円で、落札された。また、交流のあるハリウッドの著名人にも、被災地の義援金協力を呼びかけ、マリリン・マンソン、アンソニー・キーディス、スタンリー、 ロバート・パティンソン、ジェームズ・フランコ、リース・ウィザー・スプーンなどが寄付を申し出た。2012年9月7日に、アメリカ最大のボランティア支援団体、ポインツ・オブ・ライト財団が開催したイベントに、在アメリカ合衆国特命全権大使の藤崎、一郎に招待され出席。事前団体への募金を目的に開催された、チャリティオークションにプライベートでディナーを共にできる、 プライベートディナー券を出品し、その落札金を寄付すると発表した。オークションは2週間後の9月21日に終了し、37,100ドルで落札された。同年10月26日には、一般財団法人メイクアウィッシュオブジャパンの20周年を記念したヤフージャパンのチャリティーオークションに、吉木ファンデーションアメリカを通じて、 ヨシキのピアノで x ジャパンの曲を歌う権利を出品し、その落札額を寄付すると発表した。300万5000円で落札され、2014年4月にロサンゼルスで実施された。2013年1月にリリースしたゴールデングローブ賞の公式テーマソング、ゴールデングローブのテーマの収益の全額を、同賞の主催者であるハリウッド外国人映画記者協会を通じて、 事前団体などに寄付すると発表した。2014年11月20日に、吉木ファンデーションアメリカとグラミーファンデーションミュージケアーズを通じて、プライベートディナー券をオークションサイト、チェリティバスに出品し、その落札額をミュージケアーズに寄付すると発表した。オークションは12月10日に終了し、上位2人が落札した。合計落札額は6万2000ドルであった。 2016年に発生した熊本地震の被災者支援の義援金として、吉木ファンデーションアメリカを通じて、日本赤十字社の平成28年熊本地震災害義援金に1000万円を寄付した。また、1994年にアメリカで起きたロサンゼルス地震を経験し、当時被災地の治安悪化が問題視されていたことを振り返りながら、東北大震災の時も同様、 今回も被災地で秩序を守り、冷静な行動をとる被災地の皆様の姿にとても感動します。世界からも称賛されるこういった日本人の心も今後世界に伝えたいと述べている。2017年8月に発生したハリケーン・ハービーにより甚大な被害がもたらされたアメリカ・テキサス州への支援として、ヨシキ・ファンデーションアメリカを通じて、 アメリカ赤十字社に2万5千ドル換算で約282万5千円を寄付した。ヨシキはハリケーン被害者に向けてアメリカに住む僕にとってはとても人ごととは思えない出来事でした。テキサス州で今苦しい状況と戦っている多くの方々へほんの少しでも力になることができるならと思いますとメッセージを送っている。2018年には 吉木ファンデーションアメリカを通じて平成30年7月豪雨被災地支援のため7月11日までに日本赤十字社に1000万円の寄付を行ったことを公表。日本では賛否両論があるかもしれませんが欧米では率先して声を上げる動きがある。自分の活動によって寄付の輪が広がっていくのならいいことだと思う。それによっていろ,いろな方々が助かるのであれば それでいい。これからも堂々と寄付をしていきたいと思うと約束した。2018年8月26日、24時間テレビに初出演し、11歳の盲目の少年と共に、日本武道館のステージで、くれないとエンドレスレーンを披露した。吉木は番組の趣旨に賛同し、ノーギャラで出演しており、当日のステージでも寄付金500万円の目録を手渡した。 番組出演後に吉木は勇気を与えられたらと思って今日ここに来ましたが気づけば僕の方が勇気と希望をもらいましたと少年との共演で感じた思いを語った2018年9月6日に発生した北海道イブリ東部地震においては9月12日に吉木ファンデーションアメリカを通じて日本赤十字社の平成30年北海道イブリ東部 地震災害に延期窓口に1000万円の寄付をした。9月4日に非常に強い勢力で日本に上陸した台風21号、そして北海道胆振リ東部地震について良識は、自身の SNS で動画とともに、今回の台風及び地震のことを先ほどアメリカのニュースで知りました。皆様のご無事、そして一刻も早い復興を祈っていますとのメッセージを寄せた。 2019年8月1日、京都アニメーションの放火殺人事件を受け、同社が開設した支援金の預かり専用口座1000万の寄付を行った。2019年9月9日未明に、房総半島に接近した令和元年、房総半島台風の影響で、千葉県に甚大な被害が発生していることを受けて、9月18日に、自身のツイッターで、今まで、 非公開としていた出身地を立山市であると明らかにした上で、吉木ファンデーションアメリカを通じて、日本赤十字社に1000万円を寄付したと発表した。2021年2月27日、公益のために多額の資材を寄付したことにより、根樹法省が授与され、同年3月9日付の官報で公示された。 レコード会社の経営者としては今まで自分がアーティストとして経験してきた失敗や悔しさを自分が抱えているバンドやアーティストにはさせたくないアーティスト主体の方法論ですけど実力、イメージなどすべてを含めた上でプライドの持てるレーベルを続けたいと語っている収入はほとんどをプロモーション費に回しているので利益率は低い時によっては他のメーカーの10倍以上を アーティストの宣伝費に計上する。ソニーと最初に契約した時に、自動的にソニーグループの音楽出版社と契約することになると言われ、自分の弁護士に相談すると、著作者には音楽出版社を選ぶ権利があると言われて、著作権の法律を勉強してみた結果、メーカーからは反対されながらも自分で音楽出版社を作ってもいいんじゃないかと考えるようになった。 ヨシキが作詞、作曲に関わった場合は、印税の分配を単純計算でも100%中75%を取っている。1986年、X のレコードをリリースするために、インディーズのレコード会社、エクスタシーレコードを20歳で設立した。エクスタシーレコードは後にルナシーやグレー、ジキルを排出する一大インディーズレーベルとなる。また、 知り合いのプロダクション代表がエクスタシーレコードの音源の無断使用で莫大な利益を得ていた一件から楽曲の権利を守るために1988年に音楽出版社エクスタシー音楽出版を設立し日本音楽著作権協会に登録した。1992年には自身のマネージメントや楽曲の版権を管理するジャパンミュージックエージェンシーを設立している。 1994年にポリグラムグループとプロデューサー契約を結びメジャーレーベルのプラチナムレコードを設立した。1998年2月にロサンゼルスを拠点とするレーベルエクスタシーレコードインターナショナルと1999年8月に日本を拠点とするレーベルエクスタシージャパンを設立した。エクスタシーレコードインターナショナルはワーナーブラザースレコード エクスタシー・ジャパンは、イースト・ウエスト・ジャパンと流通契約を結び、エクスタシー・ジャパンには、メディア・ファクトリーが、資本参加した。2008年に、エクスタシー・ A ・ミュージックを、X ジャパンのシングル、IV の、全世界同時発売時に設立した。1993年に、ノース・ハリウッド・ランカー・シム・ブールバードのホワート地区の、コンプレックス型スタジオ、ン。 オンワンレコーディングを買い取り、スタジオ A を外貸しとし、スタジオ B を自身のプリプロルームとして使用していた。2000年にエクスタシーレコーディングスタジオに解消。2003年からはレンタルを一切やめ、完全なプライベートスタジオとして使用していたが、2012年に17、ハーツ LLC 社に売却。新たに同志カフエンガのカフエンガパススタジオを買い取り、2012年から、 自身のプライベートスタジオとして、ソロプロジェクトや、XJAPAN、イオレット UK などのレコーディングに使用している。売却したノースハリウッドのスタジオは、現在1 7ーツスタジオという名のレンタルスタジオに、なっている。1998年には、ビバリーブールバードのブルックリンレコーディングスタジオを、買い取り、エクスタシーレコーディングスタジオサウスに解消して、使用していたが、 アメリカのバンドのプロデュース活動から手を引いた2003年に手放している。2001年にはエクスタシー・ジャパンやエクスタシー・レコードの原版制作の拠点となるスタジオとしてエクスタシー・レコーディング・スタジオズ・ジャパンを渋谷区広労のエビス・プライム・スクエア・タワー11階に設立したが2003年のエクスタシー・ジャパンの活動終了に伴い閉鎖された。 ラルムオードとあで1992年10月25日に宝からリカちゃんの憧れのロックスターという設定の人形スターライトヨシキが限定1万体で発売されたローズ、シルバー、パープルの3種類でリカちゃんシリーズとしては初めて実在する人物がモデルとなった1993年10月18日にはプライベートブランドラインラルムを発表し コーセイと開発した香水とバコールと開発した女性用ランジェリーを発売した。2002年7月31日に各450部限定でヨシキ ARTS 直筆サイン入りシルクスクリーン3作品を発売。作品はエンドレスレイン、ティアーズ、フォーエバーラブの3点。2004年には X ジャパン15周年メモリアルプロジェクトの一つとして XJAPAN の東京ドーム公演の前日に楽屋で食べたカレーが辛かったことに腹を立てリハーサルへの参加を拒否して帰宅したエピソードを元ネタにしたレトルトカレー、吉木伝説、吉木カレーキレシント、シェード部分に自身の写真がプリントされた室内用ランプを発売した2008年10月1日からジュエリーメーカー、クワヤマとコラボレートしたジュエリーブランド 吉しジュエリーを発表。2008年12月24日から、三井住友カードが、会員限定の特典がある、自身の写真がデザインされた、クレジットカード、アンダーグラウンドキングダムビザカードを発行している。2009年5月には、ハローキティとのコラボレーションキャラクター、吉しきティを発表した。2009年10月26日には、モンダビファミリーとコラボレートした。 カリフォルニア産ワイン、ワイバイヨシキを発売。赤ワインは、カベルネソービニオン。白ワインはシャルドネで、パーカーポイントで88点の評価であった。2011年7月21日、サンディエゴで開催されたアニメコンベンション、コミコンインターナショナルで記者会見し、自身をモデルにしたヒーローが主人公のアメリカンコミック、ブラッドレッドドラゴンを発表。会見には、 作品のクリエイターであるスタンリー・イートとド・マク・ファーレンが同席した。作品は全4巻で2011年10月5日に書館が発売された。2012年1月20日にはコンラット・リーチが彼の生徒同を表現したという2作のシルクスクリーン、ヨシキ・ポートレートとヨシキ・ドラムスが100枚限定で発売された。2013年にはヘッドホンブランド、 ソウルとのコラボレーションモデル SL150 予式スペシャルエディションをプロデュース。ソウルの既存モデル SL150 をもとにカラーやデザインなどを変更したもので数量限定で発売された圧縮音楽データの再生技術に関する特許を2000年に出願。2008年にエナジードリンクロックスターのエグゼクティブプロデューサー2009年に スーパー GT のレーシングチーム、ロック STR ドーム NSX のチームプロデューサー、アメリカの動画共有サービス、ユーストリームのエグゼクティブアドバイザーを務めた。また、2010年11月に設立された、辻野光一郎が代表を務めるベンチャー企業、アレックスの共同設立者に名を連ねている。映画監督の木、里谷和明、岩井俊二と共に、 クリエイターのためのソーシャルネットワーキングサービスフリーワールドを運営している。2011年の11月にベータ版としてスタートし、2012年2月に正式版が公開された。2012年9月にはスポーツカー、トミーカイラダブルゼータの電気自動車化の開発を手掛ける京都大学発のベンチャー企業グリーンロードモータースに出資者として加わった。 ロサンゼルスで日本の広報拠点となるジャパンハウスが外務省によって2017年夏にハリウッドハイランド内に開設されることが発表されアドバイザーに就任した。2011年3月6日に国立代々木競技場にて行われたファッションショーアジアガールズエクスプロージョンをファッションプロデューサーの JFR と共同で企画。着物ブランドよしきものを発表し、 ファッションデザイナーとしてもデビューした。10歳の頃から悩まされている不眠症の治療をきっかけにライフワークとして医学博士の加藤智明と共同で音楽療法の研究も進めている。現在、グラミー賞の投票権を持つボーティングメンバーの一人でもある。た多数、エクスタシーレコード関係の広告のキャッチコピーは全て吉木が手掛けている。 個人として初出場する前年までに X 名義、X ジャパン名義での出場経験がある。ありがとうございます。